はい、こんにちは、さとみです。今日はビーズについてお話ししていこうかなと思います。ビーズにはこういった四角いビーズとこういった丸いビーズが2種類あります。丸いビーズは私の知っている限り形は1種類なのかなと思います。こちらの四角いビーズはよくよく見ると2種類あります。2種類グレーのビーズなんですけど、6つずつ並べてみました。で、上にあるビーズは上から見るとてっぺんがひし形になっていると思うんですけど、下の段のビーズは四角い形になっているのがお分かりでしょうか。てっぺんの部分ですね。これが混ざり合うことで光を当てると作ったダイヤモンドアートがキラキラするということになっています。一回光当ててみますね。こんな感じですね。こんな感じで光っていきます。ではですね、ビーズについてなんですけれども、今からはペインティングしていく上で何千何万とビーズをペインティングしていくんですけれども、その中でこれはちょっと使えないなっていうビーズを紹介していきたいと思います。まずはこの4つ並んでいる肌色のビーズから紹介していきます。ビーズ自体の大きさはだいたい 2.5 ミリになっています。で、この右から1、2、3個は 2.5 ミリ幅のビーズになるんですけど、一番左のビーズは隣のビーズに比べると若干ちょっとちっちゃく見えるの分かりますか。これをつけれないわけではないんですけど、隙間ができてしまうのでこの小さいビーズは破棄してしまいます。で、続いてこちらの下の赤いビーズですが、割れてしまっているのでこちらも使えないというようなビーズになります。右隣にあるちっちゃいビーズなんですけど、多分まあこれはビーズを作る上で出てしまう、カスというかそういったようなものなんじゃないかなと推測されます。どういった状態でこれができるのかは定かではないんですけど、ビーズを作る上で、出ちゃうものなのかなと思います。で、続いて黒いビーズですね。見ての通り若干こう突起みたいなのが出てたりするんですけど、こちらに関してはもうなんか潰れたような横から飛び出たような感じのものだったりするんですけど、こういったものも隣にビーズをくっつけようとするとこの突起が邪魔して隙間ができてしまったりするので、こういったビーズも破棄します。丸いビーズ最後ですね。こちらのビーズになるんですけど、もうくっついちゃっているので使いようがないというか、割ってちょっとこの突起の部分を削って使えないこともないんですけど、かなり余るぐらいの量のビーズが袋には入っているので、こういったものも破棄して通常の丸いビーズをつけていきます。はい、それでは四角いビーズの方を見ていきましょう。まずは先ほども丸いビーズの中にあったんですけど、くっついてしまっているビーズがいくつかあります。ちょっと3連なんかあったりとかした時はちょっとテンションが私的には上がってしまうんですけど、こちらも使えないので破棄していきます。で、続いてこちらなんですけど、見えづらいかもしれないんですが穴が開いてるんですね。で、穴が開いちゃっていて遠目から見たらそんなにわからないんですけど、作っていく本人からすると穴はやっぱり気になるよねっていうところなので、こういったビーズも破棄していきます。続いてこちらですね。もう完全に形が四角じゃない、もうむしろなんか長方形みたいな形だったりするんですけど、そういったビーズも使えないので破棄します。上の右側この2つですね、こちら裏側になってるんですけどほっこりしてます。これもちょっと見づらいと思うんですけど、これをくっつけると下側がぽっこりしているので浮いてるな、ちゃんとくっついてないなみたいな感じに見えるんです。
そういったビーズって下の部分がぽっこりしてたりするので外して新しいビーズに変えています。でこちらは丸のビーズにもあったように突起があるようなビーズになります。でこちらはこちらのビーズと反対でへこんでるビーズになります。下の部分がへこんでしまっているので粘着部分にくっつく部分が少ないのですぐに剥がれてしまうっていう恐れがあります。なんかお皿みたいな形してて可愛いんですけどこういったビーズも使えないので溶けていきます。であとはこの2つずつくっついちゃってるビーズなんですけどこれ全然取れません。どんなに頑張っても取れなかったので、まあ、仕方なく外したというような形です。でこちらはもうなんだかわかんない形も全然四角でもなんでもないものなんですけどこういったものも結構入っているので気になった場合はあのトレイから外してポイポイしてください。はい、ということで使えない破棄していくビーズのご紹介でした。はい、今回はビーズのこと破棄していくビーズについてお話しさせていただきましたが次回はビーズの色についてお話しさせていただきたいと思います。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。